小笠原諸島に大雨警報が発表されました。小笠原諸島に大雨警報が発表されました。地点としましては小笠原村大雨警報土砂災害です。小笠原諸島では2日夕方まで土砂災害に警戒してお過ごしください。ではいただいているリポートを見ていきましょう。こちら小笠原村からいただきましたドルフィンさんのリポートです。大雨警報の空です。視界が悪くて何も見えませんといただきました。現在小笠原村からはザーザーという強い雨の報告が届いております。10時30分までの1時間で降った雨の量について、こちら7時までは 25.5 ミリ、強い雨観測されております。土砂降りという状況ですね。この後も危ない場所などには近づかないようにして安全な場所でお過ごしください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリから確認することができます。ご覧ください。